ペイヨー、どうもかけまるです。はい、私は今猛烈に怒っております。なんでかっていうと、この間カックにドッキリを仕掛けられました。なので私は怒っています。ということで、ドッキリにはドッキリで仕返ししたいと思います。ということで早速本日の企画は、家出してみたはい、ということでね、本日はなあちゃん家出をします。で、今かっくんはマッサージに行っていて家にいないんですけど、ちょっとね、今日はね、普段のイライラをもう理不尽にぶつけていきたいと思います。もう何から何までかっくんにね、何これみたいな感じで生理前の女を演じて、ちょっと家出をね、最終的にしたいと思います。で、家出ってなるとちょっとなんかドッキリみたいになるから、1週間ぐらい実家に帰るっていう風に設定にしていきたいと思います。かっくんはきっとね、焦って踊り出すと思うので、ぜひ最後までぜひ最後までご覧ください。それではやっていきます。しょう、かけまる、ここに置かない。危ねー、危なくない？気持ちかった。なんで気持ちかったよ。あーねえねえ、何してんのねえ、シングかよ。やめろって、絶対勝てないし、試合も。じゃあ手出して。怖い怖い、いた、待って、折れた強いね君。今のジャブ、いや、今のジャブなの、ストレート。あ、いた、よく折れたねえ、どうぞ。いや、牛はなし。何？悪くなったね。うるさい。何？何言う？何してくんないの、あっち行く。おい、積んでるか。本当に牛したいんですよ。じゃあ体調チェック。健康。何してんの？伸びろ、ニョイボー。ピョン。うわー何したいな。あ、イライラする。どうした？あ、イライラどうした、どうした、急に。朝うちなんて言った？マッサージ行く前に。ちょっと今話聞けない。これ今これ。おおおおおい。あと何ですか。マミ。うわ、よだれ伸びてた。朝なんて言った。朝何を。マッサージ今日行くって言ったか。じゃあ行く前に何何してって言ったじゃん。女の人だったら男性に変えてね。違う。え？そんなこと言ってないし。なんて言った。あ、お皿。あ、今からやろうと思ってた。もうやった。今やろうと思ってたけど、朝からうちがさ、掃除機かけて洗濯して全部やったじゃん。君はお昼に起きてマッサージ行ってくるわって言ったから、じゃあお皿だけ洗ってから行ってねって言ったじゃん。ごめん、時間間に合わなかった。だから帰ってきてやろうと思ってた、ガチで。はいはい。
ごめん、何して、おい、先生、先生死んじゃん。何、俺がやろうとしたらどうなんの、それ。おい、何してんだよ。おい、パッと地獄に落ちますように。お願いしたら。あと、靴下を丸めて入れたよね、今日もまた。何それ。洗濯機にサッカーで使った靴下を丸めて入れてたよね。黒いの落ちないから広げて入れてねって言ってるでしょ、何回も。Tell me why. Why?白い服と泥だらけのさ、なんかさ、何なのかわかんないけどさ、くっさいやつ一緒に入れるじゃん。言ってらんねえよ。え？マイクテスト。え？イライラするときってカラオケするといいんだよ。Say yeah。 Yeah。 何だったし。もっとそれちゃんとしようかがいい。俺歌うまいじゃん。今日はもういいから早く歌って。ファミリーサンキューな。ファミリーで言ってんよ、お前の代。サンキューな。それでは聴いてください。三代目 JSOUL BROTHERS 流星。自世知どきれいいつかみたいよ。ブーじゃあ、エグザイルどう？エグザイルやだ、ね、知らない。胸に残るあの雪景色。やめよう、やめよう、感激静まってる。響けリンドーちゃん、よろーらーい、すぐるに響落ちてくよ。竹丸。空地さ、日はまた昇ってゆく。空。ダメとこシータ。ダメとこシータ。はい。ねえ。ねえ。トイレが汚いんだけど。なんで？なんで？座ってしてる？してるよ。絶対嘘、はい嘘。嘘してるような顔してる。してる。はい、鼻の下伸びてる。出るって、なんで、何ブロブロボンの色イラつくんだけど。おしっこ色。何残尿すごいからってさ、ごまかすなよ、黄色のズボン。なんで、何マジで。じゃあ、そうやってやってるよ、ちゃんと。でもさ、これ、加湿器給水ピーピーってなってんのに永遠放置してんの、なんなん。今それ着れるやつも、俺加湿器いらないの。何で今日、何ごめんね。はい、カックの悪いとこ1本目、すぐ謝る。謝ればいいと思ってる。確かに正解だ、それは正解だが、謝ってる理由も分かってらずに謝ってるから悪い。え、今日塾帰りだっけ。そう。いつ帰ってくるの。1週間後とか。1週間。なんかちょっと無理。1週間。1回1人になりたい。さっきまで普通に2人でワイワイしてたけど。
我慢の限界なの。急すぎでしょ。急じゃないから限界なの。別れるとかじゃなくて普通に YouTube とか一回やめるじゃん。休みたい。休むの疲れた。ちょっと人生、いやてか普通にさ、めっちゃななちゃん俺に言うけどさ、俺だってさ、お皿だって洗うしさ。洗ってなかったじゃん、今日だって。今日だっけじゃん、たまたまや。うちがお願いしてん、しかも今日、帰ってからやろうと思ってたし、ほんとに。それがわかんないんだって。洗濯だってちゃんと俺やる日だってあるしさ。できてないの、それが。掃除機だってかけるしさ。なんか疲れた。そんなこと言ったらさ、まおちゃんって編集中寝るときあるじゃん、それと一緒じゃん。それとこれとは違う。違うんかや、それ。1週間は長いよ。3日は帰るのはいいんだけどさ、俺も帰るし、親に顔見せなきゃいけないのもあるからいいんだけど、1週間あったら YouTube 休むの。それよりじゃあ休むっていうことを視聴者に伝えない。そういうことじゃないの。一番は俺らの関係だけど。一番に思ってないじゃん。いや違うよ。だからいきなりじゃあさ、好きな YouTuber がさ、いきなり1週間動画。ああ、もう男と女の違いだ。普通さ、寂しいとかさ、心配が勝たないの。寂しいよ。それより YouTube じゃん。違うよ。1週間長い。普通に寂しいもあるし。言って寂しい。寂しいよ、もちろん。好きとか言ってみよう。実家帰んの。好きとか言って。好き。すでに実家帰るってあるじゃん、俺ら。それも嫌だ。ずっと一緒にいたい。プロポーズ？プロポーズじゃないけど。そういうチャラチャラついた発言するから嫌なんだ。心配したでしょ。喧嘩したのって言われたり。あー、わかるわ、その。ちょっと送ってあげるよ、家まで。いい、車で。いい、いい。無理だよ、これは。ちょっと待ってよ。まだ行かないから。お座り、お座り。車で送ってあげるから。大丈夫。一回じゃあ、実家帰って頭冷やしてきな。じゃあ、またいつか。なあちゃん、家まで送ってくよ。一週間待って、待って、牛しよう、牛しよう。かけまる。ねえ、タイマン今度見るって言っただけじゃん。ちゃんと仲直りしてから行こう。ちょっと、なんかモヤモヤしてるから今。仲直りしてから行って、しっかり。おいで。じゃあなんか言うことは。愛してるよ。違う。何？もっと。じゃないで。違う。そうじゃん。そうじゃん。てってー。何？ドッキリ大成功。もしもなあちゃんが家出をしたらドッキリでしたー。家出じゃなくね。では家出ってよ。普通に。じゃあ間違えちゃった。ちょっと家出って言っちゃった。ドッキリなのこれ。いつから今日から。え、ずっと帰ってきたから。ずっと。かけまる。はい、ということでなあちゃんのドッキリはやっぱり大成功でしたね。いやー、久しぶりじゃない。びっくりした、ね、びっくりした。だってイライラしてるから。なんでだよ。プリクラやられたから。あ、それで仕返しドッキリ。なあちゃん女の子の日になるとさ、多分ちょっと他の女の子とちょっと違うじゃん。なんか意味わかんないこと言ったり、自分で分かってるんでしょ。それがあるから、あ、またそういう時期なのかなと思って。そう、我慢して。でもさ、いつもより結構やばくなかった。やばい女演じてたんだけど。いや、本当に悪化しちゃったのかなと思って。だから別に実家帰ることを拒まなかったし、でも1週間のさすがにやばいなと思って。ででも全然寂しくなかった。寂しかったよ。なんならオナニーできると思って。やめろ。1週間連続でオナニーできると思ってないよね、さすがに。はい、ということで、この動画がいいなと思った方はグッドボタン、コメント、チャンネル登録、インスタのツイッターのフォローと
あ、消えんだ途中で消えんな。 TikTok に無断転載もぜひお願いします。これハッシュタグポケマルしか勝たんで、ぜひ皆さん拡散よろしくお願いします。なんか仕切ってね。ごめんごめん、いつもの癖が出ちゃった。